テロップ入れて、あのサングラス忘れてるよ。え、サングラスさ、まださ、このまま、これはさすがになしすぎないですか。ちょっとレンズを昨日あの抜いちゃったから、ちょっとねレンズ抜いちゃったから。ヤンさん、おはにょ、おはよう、おはよう。インフィニットさん、こんばんよ、こんばん。あら、リオンちゃんメイクしてた、メイクしてた。メイクはしてますよ、いつもいつも。ヒロさん、こんばんよ、こんばんは。トーマのおじいちゃん、こんばんよ、こんばんは。壊したまんまでかね、本当にね、壊したまんま。ちょっとね、ママさん直してくれなかったの。え、まあそんな自分でやりますよ。これね、接近卵さん、こんばんよ、こんばんは。接近卵さん読んだことあるかな。ママさん直して、そう、ちょっと自分でね頑張ります。清田さん、ハートありがとうございます。こんばんよ、こんばんは、こんばんは。今日の髪型いいね、ヒロさん。ありがとう、ありがとう。お団子です、お団子で。今日は目の調子、雨ね、もうめっちゃいいよ、めっちゃいいですよ、目の調子は。破壊神に近、もうほんと、あ、お、お、片方ハマりました。よし、リオンさん、こんばんは。ナメネコピエンさん、こんばんは。マリオさん、お、こんばんは、こんばんは。タクさんも、こんばんは。花一か、二人ともスピン配信とか、スピンリレーって流れだった。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。いや、もうスピンなんて、リオンも、あ、スピンなんて、ちょっとメイクはさせてもらいます。スピンね。こんばんは、アインフィニット。スマホスタンド、あ、受け取りましたよ、ありがとう。あの指輪もありがとう、ありがとう、本当に。いちじくさん、星、ありがとうございます。ヒロさん、だるまさん、ありがとうございます。だるまさん、ティードーマさん、こんばんは、頑張りよ、こんばんは、リオン、こんばんは、こんばんは。リオンさんはメイクしてる、してますよ、メイク。お団子ヘアスタイルいいですね、似合ってます。そう、お団子もね結構好評ですね、みんなから、ありがとう。スーダンさん、ありがとうございます。星、星はポップコーン、ありがとう。黒目めっちゃ大きいね、黒目はね。今日はカラコンしてます、昨日はしてなかったんだけど、カラコンしてます。イサーチャレさん、こんばんは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 。お、カニキラクさん、こんばんは。リオンちゃんのお団子の、リオンちゃん好き、知ってるよ、知ってるよ、ありがとう。お団子、タコさん、ありがとう。タコさん、俺は今朝調子は悪かったから花粉症の薬、今年2度目の花粉症の薬を飲む。あ、リオンもあの最近は花粉症になってなかったから飲んでなかったんだけど、昨日からまた薬飲み始めました。そう、タコさん、ハートありがとうございます。とマリオさん、かわいい、かわいい、ありがとうございます。スッピン配信見てみたい。でもスッピンでも可愛いと思うけど、いや、ありがとうございます。スッピン配信もね、いつかメイク配信とかします。メイク配信とか、ちょっとね、スッピンの顔があまりにも違すぎてもね、ちょっと離れないでください。たくさん、ピカピカありがとう。スーダンさん、ピカピカありがとう、ありがとう。すっぴん配信したことある、あるよ。朝は、うん、すっぴん配信のことが多いかな。なんか前は6時7時とかしてたから、その時はそうだったかな。多分調子悪い原因は黄砂だったよ、中国から飛んでるから。あ、黄色い砂か、前ね、前あの車の上に黄色い砂がめっちゃ溜まってて、そう、黄色い砂だよね。か、あ、アレルギーあるんだ。確かにさ、マスクのなんか
パッケージに黄砂と PM2.5 だ、 PM2.5 って書いてある、書いてあるよね。カラコンは癒されチワワみたいなやつ、癒されチワワ、いや、カラコンはこれ何のカラコンだっけ、カラコンはコーヒー、あ、そうだ、白石麻衣さんのコーヒーゼリーっていうカラコンを使ってます、買ってます。フェアリモなんかな、強く仲間に、こんばんは、こんばんは。今日は天ぷら、おー、いいな天ぷら。何天食べたんですか。リオも天丼とか好きで、なんか白身魚とかエビとか、あとインゲン、インゲンかなとかも好き。ゴールデンウィークはリオンで、イオンでイオンでリオンに会いに行きましょう。ぜひ来てください。そう、あの5月の4日と5月の4日5日に子供の日と、5月の5日は子供の日でしょ、4日何の日だろう、まあ、ゴールデンウィークにあるんですよ、武蔵村フェスイオンでやる。そう、ぜひ、あの 無料らしいのでぜひお待ちしてます、イオンで。リンさんハートありがとう、ありがとう。カリケアさんハートありがとうございます。まだ18だからすっぴんも変わらない、かわいさんの、いやどうしますか、リオンがもうあれで、てかね、リオン聞いてください、一重にできるんですよ、すごくないですか。ちょっとあの触んないで一重にできるっていう特技があるんです。やばくない、あ、ちょっと違った、すごいよね、リオンのすっぴん見たこと、あ、朝配信来たことないのかね、朝配信の時はすっぴんのことが多いかな、夜はメイクしてることが多いけど。ゆうきさんこんばんは、こんばんは。トーマのおじいちゃん星ありがとうございます。いちかちゃんすっぴん恥ずかしいのか、最初のメガネマスク配信だった、そうなんだ、確かに恥ずかしいよね、恥ずかしいよね、恥ずかしいよね。いちかちゃんすっぴん恥ずかしいのか、最初メガネマスク配信になったね。でもね、いちかも変わんないかと思うけど、今日はどんな服を着ても、今日はどんな服、黄色いシャツです、黄色いシャツです。今日黄砂は花粉症と、あ、そうらしいですよね、それは離れるね、まだてか10秒だったらすっぴんでもあんま変わんないでしょ。まあ確かにリオン、あんま変わんないと思います、自分で言うなって話なんですけど、あんま変わんないです、変わんないです。これでさ、やだ離れられちゃうかも。カラコンってサイズや色がいっぱいある、あ、そうだね、ド、あ、そう、ド入ってます、ドが入ってます。と、ヒーローもさ、キラキラとハートありがとうございます。春だから、春だから、タケノコ違うな、なんだろう、聞く違うな、旬に、これなんだろう、なんだろう、俺の地元イオンにも来てね、イオン、イオンね、イオンね、イオンね、5月5日は日曜だからレンタカー借りてイオン行くかも、電車にするかも。イオン確かにね、車で行ける距離のところに、車で行くようなところにイオンってあるよね。ね、イオン行きたい、イオンだいぶ、イオン遠いんだ、確かに遠かったよね、結構、結構ね。武蔵村山フェス行きます、もともと行く予定だったのに、おー、じゃあめっちゃ一石二鳥ですね、すごいです。イオンね、遠いよね。すぐる、ハートありがとうございます。おー、一人になっても全然可愛いんだけど、
結構特技ムサヤマフェス、またそうなんですよ、ホワイトスコーピオンさんと一緒です。一重になってない、なってなかった。待って、もう一回やるね。あー本当だ、なってない。天佑さん、こんばんは。こんばんは、ヒロさん、ハートありがとうございます。ナムヤコピロニさん、ハートありがとうございます。タコちゃん、こんばんは、こんばんは。下を見せんのか。下はねただの黒いズボン。アオシーさん、こんばんは、こんばんは。伸びるほっぺ芸に続く一重芸をいただきました。そう、なんかもう顔芸ばっかり。星ありがとうございます。次こそホワイトスコーピオンのハンナちゃんと写真撮ってみてから。写真撮れるかな。人見知りなので頑張ってみます。目悪いの？めっちゃ悪いっていう、めっちゃ悪くはないです。全然コンタクトなくても日常もう全く見えないっていうほど悪くはないかな。そう、りちゃんさん、こんばんは。リオンちゃんの第二の口癖、やだ、結構好き、可愛いよね。第二の口癖がやだ。なんか確かにとやだでさ、肯定と否定みたいな、なんかあれだね。びっくりドンキと言えばいいのかに、ありがち。びっくりドンキもね、美味しいよね。わかるわかる。確かにおばあちゃん家の近くとかにあるかも。いや、ない、嘘、なかった。ひろさん、音符ありがとうございます。ありがとうございます。と、電車だと2時間半くらいかかるみたい。同じ東京なのにね。ね、なんかあるよね、乗り換えが大変とか。そんなかかるな、2時間半も。しみたさん、魔法の水ありがとうございます。魔法の水、ホワイトスコーピオンさんも来るの、それは知らなかった。そう、ホワイトスコーピオンさんもね、一緒に出演するみたいです。サフランさんね、確かにいいじゃん。ルチャが23時から、おお、ルカが配信、この前もやってたよね。すごい、ルカ偉い偉いとか言って。ぜひハナさんだけ、ももさんともいいですね。リオもちょっと写真撮りたいなとか思ってるんですけど、ちょっと緊張しいなので、あれだ、ね、サムランさん、ありがとうございます。ポップコーン、ありがとうございます。黒星さん、こんばんは、こんばんは。ランキングなんです。なんかそうだよね、なんか前13位から配信読んでたんだけど、したらママに14位からだよって怒られて、そう、そこからちょっと14位から読むようにしてます。でもそう14位から読んでます。確かにね。黒淵さん、ハートありがとうございます。やだって語尾が上がるから。あ、確かにそうかも。黒淵さん、今日も可愛すぎないか。ありがとうございます、ありがとうございます。やった、可愛い、だって、ありがとうございます。イオンでリオン、語呂がいいね。確かに、お、いいじゃん、イオンでイオン、イオンでリオン。でもリオンもよく小学生の時に言われてた、なんかイオンとリオンみたいなね。ピカピカ、ありがとうございます。カリケヤクさん、ムサシヤマフェスは対応スケジュールとか公式で、あ、全然後で宣伝します、します。明日になっちゃうけど、するするよ、ちゃんと。ありがとう。2時間半くらいあったら2つくらい隣の県に行けるよ。確かに、そうだよね。だって2時間半あったらさ、沖縄まで行ける。いや、沖縄から飛行機で帰ってこれるくらいある。2時間半は。秀一郎さん、こんばんは。秀三さん、こんばんは。
勇気を出してね、頑張る、頑張ります、頑張ります。ママ30位からね、そう。さあ、花のはヘッドホン2つ持っており、白いヘッドホンは外にも使われてます。そうだよね、花もだよね。そう、花、花もね、花イメージあるかも、ヘッドホン使ってるの。14位から読む人初めて見た。多分ジュリーも、そう、メンバーのジュリーも14位から読むって言ってた、ママに怒られて。14位から読むのリオン配信の位とか、あ、本当ですか。本当は20位とかから読みたいんですけど、じゃあリオン今日から20位から読みます。ランキングちょっとキリがいいので。リオンママも配信見てるのか。そう、見てる見てる。欲しい、ありがとうございます。48日、おお、48日、やった。ひげおろうさん、こんばんは、こんばんは。ゼロさん、こんばんは。こんばんは、フル。こんばんは。リオンちゃんはヘッドホン使って、リオンはヘッドホン使ってない。ヘッドホンかわいいけどね、ちょっと欲しいなって思うけど使ってない。イヤホンかな、リオンは。イヤホンかな。そう、イベントで声をかけて写真が撮れた。ちょっと、そう来たか、そう来たか、そう来たか。まあ撮れるタイミングがあれば撮りたいですよ。 STU のサーヤンは34、あ、サンヤンだから3と4で34か。すごい、リオン、リオン、リオンは数字で表せない。イヤホンはコードレス。あ、あのね、コードレスを持ってたんだけど、すぐなくしちゃうから、すぐなくしちゃうからあれです、あれです。壇上が13位。そうそうそうなんだけど、そうなんですよ。20位からだとタイムキーパーは発動するよね。いつもありがとうございます、仮契約さん。25分前ね。リンさん、こんばんは、こんばんは。ちょっと今日はカラオケとかしようかなって思って。そう、あー、確かになくしそう。あ、そういうこと。そう、なくしちゃうんですよ。なんかもうイヤホン、もしお時間あれば LED 付きのスタンドを組み立ててみたらね、いいかも。ちょっと明日、明日使おうかな、スタンド。かな。じゃあちょっと、なんか、なん、どうしよう、何歌おう、何歌おう、何歌おうかな、何歌おうかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。何歌おう、うーん、あ、じゃあ決めた。あ、やばい、イヤホンをさ、できたか。じゃあちょっと待って、多分1番までくらいしか歌えない。じゃあ1番まで歌います。1番、お箱で、あ、お箱で、ちょっと待って、もう一回、乃木坂46さんのきっかけを歌いたいと思います。1番までしか多分歌えないんだけど、1番までしか歌えないんだけど歌います。あ、間違えちゃった、3、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、バグバグ、どうだ、あ、で
できた？できました。あできるかな。あああ、エコーがかった。確かに確かにエコー交差点の途中で不安になる、あの信号いつまで青色なんだろう。不意に点滅し始め急かすのかな、いつの間にか少し早歩きになってた。自分の意思関係ないように、誰も彼も皆一斉に走り出す。何2番まで歌っちゃった。歌っちゃいました。待って、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。またちょっとね、みおんちゃんの生歌、先週の4月12日ありがとうね。久しぶりにカラオケ配信というものをやりました。2番、そう、あのね、ちょっと時間がね、ちょっとあれなので、ちょっとね、今度ゆっくりします。いつもカラオケ配信しようって思ってイヤホンは用意してるんですけど、話してるとちょっとね忘れちゃうんですよ。そう、歌よかったです。ぜひ毎日1曲ぐらいね、ちょっと毎日ねカラオケ配信できるように。サフランさん、カラオケ初めて聞けてよかった、かわいい歌。サフランさんも初めてなんだ。結構初めての人多いのかな、じゃあ。ね、ちょっと歌練習してもっと頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。確かに、そう、忘れちゃうんだ。忘れちゃうっていうか、話してると時間が過ぎるのが早くて。タイムキーパー、カリキャクさん、ありがとうございます。ちょっとね、読みたいと思います、ランキングを。今日は20位から読みたいと思います。20位、黒淵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。19位、ユンさん、ありがとうございます。18位がマリオさん、ありがとう、ありがとうございます。17位がスーダンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。16位がナメネコピロリさん、ありがとうございます。15位がサフランさん、ありがとうございます。14位がアロマさん、ありがとうございます。13位がティードームさん、ありがとうございます。12位があやさん、ありがとう、ありがとう。11位がいちじくさん、ありがとうございます。10位がしみたさん、ありがとうございます。9位がインフィニットさん、ありがとうございます。8位がゼロさん、
ありがとうございます。7位がリンさん、ありがとうございます。6位がタクさん、ありがとうございます。5位がヒロさん、ありがとうございます。4位がカリキュアクのシンデレラさん、ありがとうございます。3位がトーマのじいちゃん、ありがとうございます。2位がヤンさん、ありがとうございます。台湾だとシェイシェイかの一茶八割さんが1位、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もちょっと30分というすごく短い配信なんですけど、すごく短かったんですけどね、ありがとうございます。イオンでリオンをよろしくお願い申し上げます。イオンでね、確かに語呂がいいよね。ありがとうございました配信。じゃあこの後は23時からメンバーのルちゃんがスクショタイムできるしよう。あのね、ちょうどこれが治ったんです。ちょうどこれがイオンも定期公演も楽しみにしてもらう。ありがとうございます。インフィニットさん待ってるね。絶対見つけます。ちょっとスクショタイム1枚くらいはサングラスのねあれが欲しいよね。どうですか撮れました。じゃあ次は普通にピース。あ、目のあるスクショとかもいりますか。いらないか。あ、頑張りよ。できたかな、みんなスクショできました、してくれたかな。面白いじゃないか。ヒロさんもね、その目がね茶色なの。もう一度一重みたい。え、いいよ、一重のスクショタイムもありますか。どうでしょうか、できましたか。そう、目がね茶色いんですよ。じゃあもう29分ということでね、推しカメラ撮るとき照れないでね。え、そう、なんかねちょっと見すぎちゃうからね、頑張ります。ちゃんとねカメラ見ます。一重になるとイケメン顔になるよね。あ、本当ですか。どれね、あ、半目だ。つらい。まあいいか。じゃあ今日も配信ありがとうございました。また明日カラオケねします。明日ね。じゃあみんなおやすみなさい。ありがとうございました。明日も頑張りよ。今日も一日お疲れ様でした。じゃあまたね、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。ありがとう。